チェック柄のハートを折ります。まずこちらを三角に折ります。もう一度折ります。広げます。こちらの中心から5分の1のところに印をつけます。こちらの印から上に折ります。こちらの真ん中の折り目で戻します。段折りしていきます。こちらの角をこちらに合わせて折ります。裏返します。こちらの辺と真ん中の折り目を合わせて折ります。こちらの辺を内側に折ります。こちらを裏返します。こちらの角とこちらの真ん中で内側に折ります。こちらの角から折ります。こちらの角を三角に折ります。裏返します。こちらで完成です。